問題ないです、問題ないです。はい、ゆっくり眠れてます。もう慣れたところはありますけど、やっぱり特別なものはありますね。やらないと出れないんで、それはどこのチームも同じだと思いますけど、まずは攻撃のためにいい守備からっていうのは、現代サッカーだったらどこもやってるのかなと思います。当たり前にもう、なんて言うんでしょう、本当に当たり前の原則みたいなところだと思いますよ。まあ、目の前の試合始まるんで、予選が一試合一試合に集中して戦っていければいいかなと思います。まあ、難しいかどうかは戦ってみないとわからないですけど、しっかりやればいい結果残せると思うので、いい準備をすることが、相手っていうよりは自分たちがいい準備をすることが大切なのかなと思います。まあ、引かれたら落ち着いてボール持ってれば自分たちにチャンスは来ると思うので、あとはクオリティのある選手が前線にはすごいので、引いてくれたらこっちとしては都合がいいのかなと思ったりもしますね。今いる選手がその時のベストだと思うので、みんなチーム一丸となって日本代表のストロングである、まあ、連携連動だったり団結力というのを見せていけたらいいかなと思っています。どのチームでも代表でもポジション争いはあってしかるべきだと思うので、その中で試合に出た選手は、まあ、自分も含めていいアピールをしていくことが代表が大きくなるというところにつながってくると思うので、みんながお先ぶり言ったようにいい準備をしていいパフォーマンスをすることが、これからの日本代表の未来にとってもいいことなのかなと思います。